プリンセサです。今回はこちら、ポケモンの食玩、ポケモンキッズ、君とポケモンの出会い編と、ポケモンゲットコレクションズ、大発見だテラパゴス、そしてポケカのサイバージャッジとワイルドフォース、こちらを一緒に紹介していきたいと思います。はい。前回ポケモンゲットコレクションズ買ったところで、もうそのまま揃わなかったのでダッシュして残り買ってきたので多分揃うはず。まあ、確定じゃないけど。ということで、はい。期待しておきましょう。ポケモンキッズは新作です。はい。今回はポケモンキッズイラストコンテストのグランプリ3作品がラインナップされています。こちらのウパ&ウッパーパルデアの姿と、トゲピーとミュウが、グランプリ作品になりますね。はい、ということで、楽しみ。サイバージャッジとワイルドフォースはそれぞれ5パックずつ購入できたので、こちらを開封していきます。では、まずは、ちょっと気になってるゲットコレクションズから行こう。もう何が気になってるって私がコンプできたかどうか。レベルボールから行きます。前回レベルボールは誰だったかな？はい、今回は？あ！まさかのだな、本当に。エルレイドだ。え、これは、プレミアボールかなと思ってた。もしくはマスターボール。エルレイドでした。続いて、モンスターボールはじゃあ誰？前回来なかったメンバーから想像すると、ミジュマルかピカチュウじゃないかなと思うんですけど。ゾロアだ！マジか！ゾロア絶対欲しかったから嬉しいんだけど、ゾロア欲しい人はモンスターボールらしいです。予想外すぎない？え、めっちゃ可愛い。嬉しい。結構ね、お顔が大きめなの。エルレイドのと比べると、顔の大きさ全然違うよね。まあ、バランスも違うからなんだけど、私はこの、ちっちゃい系の子たちが、ね、結構、可愛らしくラインナップされてるのが好き。やったね。え、じゃあ、スーパーボールは？え、これこそミジュマル。ピカチュウでしょ？なんだ。あ、ピカチュウ！え、え？全然、あれなんだけど。あ、ピカチュウはね、やっと来てくれてよかったって感じ。うん。かわいいです。はい。そしたら、プレミアボールがミジュマルじゃないと、なんか不思議な感じがする。マスターボール使っちゃったみたいな感じになるので。はい。こちらは嘘でしょ？オーマンダがプレミアボール？マジか！あ、まあ、うん、まあ、うん。ボスバトルとかには出てくるけど、あ、オーマンダいいな。結構大きくて、この羽の部分がすごく分厚くてしっかりしてるのがポイント高い。そして目力もあって、かっこいいよ、これ。やったね。まあ、今回ね、ピカチュウとミジュマルがモンスターボールかなと思ってたのに、そもそも違かったから、その時点で絵だったんだけど。はい、ということでミジュマルです。コンプできたから、まあ、いいものの、え、このキャラクターがここ、みたいな感じは結構今回あったかも。はい。予想外だったね。まあ、でも、まあ、目標達成はできたからよかった。はい。ということで、ポケモンゲットコレクションズ、大発見だテラパゴス、ピカチュウ、ボーマンダ、エルレイド、ミジュマル、ゾロア、カヌちゃん、アルクジラ、シャリタツ、伸びた姿、セビエ、テラパゴス、ノーマルフォルム、はい、こちら、全部揃えることができました。前回のと今回ので、何がどこに入ってたか参考にしてみてください。はい。まあ、マスターボールがね、テラパゴスか、ミジュマルっていうのがね。まあまあ、でも、
それぞれがちゃんと売れるような感じのラインナップだったかなとも思います。はい、楽しんでゲットしてみてください。では続いて、ポケモンキッズ開封していきます。はい。いろんなね、ポーズで出てきてくれて嬉しいです。ブラッキー。まずはこっちからいきます。こちらも粒ガム一つ。先ほどもでしたね。粒ガム一つ入ってました。おー、いい、いい。あ、一緒に並べててもいい感じの大きさですね。はい。ポケモンゲットコレクションズ。そこまで小さくはなってないけれども、若干ちっちゃくなった気もする。気のせいかな。でも、色合いとか、ボディバランスは変わらずいいです。はい、続いて、ラティアス。ラティオスは今回いないんだけど、ラティアスがいます。はい。うん。かわいい。やっぱりちょっとちっちゃいかも。でも、まあ、綺麗だからいいか。はい。じゃあ、一つ。こちら。まずは、グランプリ作品一つ目、ミュー開けていきましょう。これが一回りでっかいとかだとテンション上がるんだけど、あ、そうでもない。あ、でもやっぱりポージングが可愛いなぁ。尻尾持ってるのね。いいね、ミューっぽくていいね。ふわっとこうね、尻尾持って飛んでる絵とか結構ありますよね。可愛い。可愛いです。色合いも素敵。ちゃんと、ミューのカラー。同じピンクなんだけれども、プクリンはどうかな？ちょっと濃いめ？あ、同じ系統だけど、うん、ほんの少しプクリンの方が濃いめかな。はい、こんな感じ。同じ？いや、やっぱりこうやって比べてみると、ちょっとだけミューの方が薄いよね。いやー、でも、春色カラーな感じで、すごく、今時期並べたくなる。はい、そしてゲットコレクションズの方では伸びた姿が出てましたが、こちらでは垂れた姿が出てます。シャリカツ、あと反った姿か。はぁ、垂れてるんだこれこれ垂れてるのね。てれーんって面白い。垂れた姿、あ、でも手がね、こうなってるのが垂れてるっぽい。いいですね。可愛いですね。はい。続いては、パーモット。はい。パモから進化していきます。パモ、パモット、パーモットのパーモット。顔が可愛い。進化しても変わらず、可愛いまま大きくなってくれてる、数少ないポケモンですので、私は非常に嬉しい。パーモット可愛い。はい。では続いて、ここら辺で、ウパー&ウパーパルデアの姿開封。あー、ウパーのこのね、パルデアの姿、パルデアウパー好きなんですよね。あー、はー、これはね、ちょっと大きめだしね。たまらん。いや、うん。私の中でちょっと一押しはこれかもしれない。いやー、このポージングかわいいね。ポッペもちょっとムニッとなってて。いや、たまらん、かわいい。この癒される顔。素敵です。かわいいねー。これは立体化してもらえてほんと嬉しい。かわいい。はい、続いては、キューコン。あ、ロコンもいたな。キューコンの大きさがちょっと気になったんですよね。ロコン、キューコン並べたとき。これはでかい。え？全部ちっちゃいのかと思ったらでかいのもあるんだ。うわ、キューコンのこの尻尾立派。え、もうここだけで一つのポケモンぐらいの大きさあるけど。いやー、いいね。綺麗です。綺麗です。かっこいい。もうちょっと、身長小さめで、尻尾がこう大きめなイメージだったんですけど、そこまででもなかったな。まあでもこんなもんか。こんなもんか。なんだろう。うん。まあでもいい。じ
たら録音先に開けよう。奥にあります。はい、録音ね。あー、もう見た目ほんと可愛い。あー、録音好き、録音好き。この幼い感じがよく出てます。可愛い、可愛い。尻尾がもっとこう上目になるかなと思ったらちょっと横な感じで、これもなんかあの垂れた尻尾みたいで、ちょっと個人的には好きな感じ。いや、可愛い。この手の置き具合とかほんと可愛い。子供って感じだよね。はい、続いて、ちょっと怖いマフティフもいます。これはね、あれだね、人の方のキャラもたくさんね、出てきてほしいなと思ってます。そうすると一緒に飾るときやっぱりね、嬉しいよね。マフティーフ。でかっでかい。え、本当にでかいんだけど、この下の部分がこう、あるから余計にかな。全然なんか、キューコンとかと並べてもでかいんだけど、顔のせい、でかっ。あ、でも、いいいい、この存在感は、嬉しい。ちょっとちっちゃいかなと思ってた子もいたので。そうなるとちっちゃいんじゃなくて、ただのスリムだよね、ブラッキー。はい。で、この流れでカビゴンがどれぐらいの大きさで出てくるか。カビゴンでかくあってほしい。お願いだ。どうだ？あー、あ、まあ、うん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 。的許容範囲というか、まあ理想のデカさより顔がちょっとコンパクトだった分、インパクトはあれだったんですが、まあそこそこに大きいです。はい、下の部分が空いててでーんとね、寝転がる感じ、カビゴンらしくていいと思います。もぐもぐ食べてるね。カビゴンも好きだけどね、寝てます。寝てるスタイルの子が今回何人かいるからね。いいよね。はい。波イルカ。波イルカはもう、なんかまだまだちょっと先だけれども、夏のね、窓辺に絶対飾りたいと思って、これ本当に欲しかったんです。シャリタツもだけど、波イルカも。いいよね。海ポケモンは、夏場飾るのにちょうどいいんです。かわいい。はい、下はこんな風になってるけど、この目のね、キラッキラした感じがよく出てます。バランスすごく良くないですか？とっても可愛いです。はい、そしてメタグロス。でかっ。ちょっとね、重いからきっとでかいと思う。あ、あー、うーん、思ったよりはでかくなかったけど、ポージングがなんかいいのと、なんか分厚いっていうか、ごついっていうか、すごいインパクトはあります。あー、これは面白い。ごつっとした感じ出てるよね。いいいい。いや、わちゃわちゃしてるの楽しい。はい、ではエクスレッグ開けます。するんだけどな、どうだろう。あ、でも思ったよか。横幅がなんかそもそもあの身長ぐらいの大きさではあるんだけど、はい。エクスレッグは豆バッタの進化系です。なんか色がなんかちょっとアリっぽくなってるけど、バッタです。はい。なんかね、まあまあまあ、若干のこう、ライダー味があるというか、ちょっと面白いです。どこに置こう？ここら辺にしようか。はい、ではラスト。こちらもグランプリ作品になります。トゲピー。なんか、トゲピーになりやすくない？そんなこともないかな。まあ、かわいいよね。今回のトゲピーは、雲のお布団みたいなので寝てる。いやー、かわいい。なん
かベビーな感じがやっぱりトゲピって可愛いですね。トゲチックとかトゲキッスになるとなんかちょっと、うん、顔を見ればトゲピーだけど、みたいな進化になりますけど、もうトゲピーはね、好き。可愛い。はい、ということで、この時期はね、グランプリ作品のポケモンキッズが発売されるので、毎年ワクワクしてるんですけれども、はい、受賞者の皆さん、おめでとうございました。またね、来年も楽しみに、ちょっとチャレンジする人、絶対に紹介するので、頑張って書いてみてください。いやー、今年も本当に、可愛い作品たちでした。はい、ではラスト、ポケカスカーレット・バイオレット、サイバージャッジとワイルドフォース、開封していきたいと思います。サイバージャッジ先開けること多いから、じゃあ今日はワイルドフォースからいこうかな。はい。では。いきます。え、来てないよね。いや、めっちゃ焦る。ほんとカード切らないように注意しない。なんか切れ味悪かった。はい。一パック目。おー、キラキラある。誰でしょう。ワニの子。ユニラン。ドロバンコ。あ、ジーランスね。はい。レアカード。と、ロズレイド、ワンコモンカード。パック目。ポチェナー。ユキハミ。トロッコン。ハバタクカミでーす。まあ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 いいでしょう。レアカード。と、丸役で、ワンコモンカード。古代未来ね。集めてるので。はい。クイタラン、コモンカード。アーボ、コモンカード。ワニの子、コモンカード。仲良しポフィンだ、これ嬉しい。と、ドータくん、コモンカード。ポフィンをね、ちょっとね、探してるので、嬉しい。ナイトル、コモンカード。ユニラン、コモンカード。ゴースト、コモンカード。あ、羽ばたく神の AR だ。おー、これも嬉しい。綺麗。綺麗だね。探検家の先導。へぇー。羽ばたく神の AR は初ゲットかな。やった。ラスト。アリゲイツ、なんか久々見た。ロゼリア、コモンカード。ヤクデ、コモンカード。石炭山、コモンカード。シェイミアン、コモンカード。あ、5パック早いな。もうちょっとやっぱり買えるようになりたいな。はい、続いてはサイバージャッジ。まあ、でもね、最近スーパーとか、コンビニとか、見やすくなったので、何かしかね、買い集めて今度、もうちょっと冷めてやりたいと思います。はい、シガロコ、サイバージャッジに移ってます。マメパと、コモンカード、バリアド、コモンカード。あ、鉄の頭 EX だ！と、エルキブル、アンコモンカード。お、これは嬉しい。鉄の頭ね。これよね。コバルオンの、あれかな？未来？この花、コモンカード、ニャービー、コモンカード、クチーと、コモンカードできた。と、ベラカス、アンコモンカード、ミストエネルギーだ。おー、いいですね。はい、効果を受けないエネルギーね。はい、続いては、あ、色地か、なんかこれ可愛いね、イラスト。電磁虫、コモンカード。マグマック、コモンカード。アブリボン、アンコモンカード。ハンドトリマー、アンコモンカード。ちょっと特別なやつ欲しいけど出てこないかしら。アノクサー、コモンカード。エレブー、コモンカード。キリンリキ、コモンカード。これは、アノホラグサー、レアカード。あ、メブキジか。はい。あ、コモンカード。ラスト！ラストだよ。大丈夫かな。はい。キラキラは？泣くなー！ダンバル、コモンカード。タネボー、コモンカード。ビクティニコ、あ、ビクティニはいいけど可愛いな。コモンカード。セイジアン、コモンカード。ケンホロワン、コモンカード。
ということで、今回はこんな感じだね。まあまあ、でも、欲しいのは来てくれたから、よしよしよ。はい、新しいポケカの情報も入ってきました。そちらもまた手に入れたら紹介していきたいと思います。はい、みんなもね、ここにあったよ、ここにもあったよ、という情報をコメント欄にね、お待ちしておりますので。みんなで情報交換し合って、ね、みんながゲットできるように、そんなコミュニティ欄になればいいなと思っています。はい、というわけで今回は、ポケモンの食玩、ポケモンキッズとポケモンゲットコレクションズ、そしてポケカのサイバージャッジワイルドフォースを一緒に紹介しました。いかがだったでしょうか？では、次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。